これも珍しい車なんですが、中国の、汽車と書いてあの車と読むんですが、後期というところの、ね車です。これもやはりパクリの国あるですから、モデルパクった車がありまして、ジルという車があるんですが、ジルという車はパクって作った車です。でこれが、後期というね、中国の、車です。で、これは中国の VIP 用に長阪第一工場で作られたのが後期、中国最初の乗用車ですね。で東風号より3ヶ月遅れの58年8月に発表されました。でメルセデス600や日産プリンスロイヤルなどと肩を並べるリムジンの中国版で、ホイールベースは3050、3400、3007メートルの3種類が用意。 SWB 版は4ライトで6座席だが、中間版が6ライトの6座席、そして LWB 版が8座席で全長が6メートルまで来た。機能的にコールトックでダラーフレームのシャーシー、自転がウィッシュボン、コイル、後ろリーフリジット、エンジンは V8OHV 5.7 リッターで、ワイドなギアレシオ、2段 AT が組み合わされていますね。で、年間でも7台から10台というようなスペースで生産され、ハンドメイクのための補足の臨時改良が加えられている。で、プレステージカーだけにパワーウィンドウ、エアコンなども備えており、78年に一時生産終了となったんですが、その後も必要に応じて少数が手作りされ、90年代半幅まで、まあ、作られている。で、パレード用にも4灯式ヘッドライトのモダンなボディを持つコンバーティブルも、まあ、存在したんですね。で、これが1958年から96年と長期にわたって、まあ、製造されていた、車で、確か最近になって、またこの後期が、復活をして、また作られたということらしいんですが、まあ、非常にあの国の人は、この中国の人は、この後期が、非常にこれ気に入ってる車なんですけど、中国で、一番最初に作られた、車で、で中がね、赤いシートで非常に豪華だったんですね。で、まあ、そういう、車ということで、最高速度は165キロからなんと185キロまでね、出せるということです。165キロから185キロまで、まあ、出せますけども、安全面はどうでしょうかと言いますとですね、そのぐらいのスピードでボーンとぶつかったらね、知らないあるよみたいなね、もう感じですから、安全面はあの国ですので怪しいかなというところがありますけども、ただ市場にですね、まあこういう車防弾なんかもねしっかりとしてるけど、車そういうところは丈夫にできてるんじゃないかなと思います。なかなかこういうね一般の、まあ、中国人の一般の方ですらなかなか買えない車です。それがこの後期というね車です。なかなかこのね、車はトミカとしてもこの中国限定の、トミカというのがあって、あと台湾限定、中国限定、あとは香港限定っていうのが確かありましたね。だからその3つの国で、限定で作られているトミカがありまして、その中でもこれは中国の限定品になります。の、後期と呼ばれる、車ですね。なかなかこの後期というのも非常によくできていていいなと思います。後ろのこのねところがこうサンルーフがついてるんですね。でこういう風になってて、向かい側に合わせにこう座ることができるよということです。内装も、非常によくできているなという感じです。で後ろもまあこんな感じで、トミカになっています。後期ですね。この当時はベトナム製でね、まあ、作られていましたけども、まあ、中国の、国です。ぜひね、あの国に行ったらですね、中国に行ったらね、後期という車を乗ってみてはいかがでしょうか。ただね、安全面はと言ったらね、中国の人は意外とすっ飛ばすかもと思いますからね、意外とすごいスピードで出して飛ばすんじゃないかと思いますから、それに対しての保証はないですよ、みたいなね、そこはもう挑戦ですみたいな感じですけども、まあ、なかなかこういうね、車というのも珍しくていいんじゃないかなと思います。どうもありがとうございました。